どうもこんにちは、ナナです。今回はですね、ボーイズプラネットのジェリーポップをやっていきたいと思います。はい、今回の曲もですね、リクエストいただいた曲なんですけど、今回はすごくね、明るい雰囲気で踊っていてとても楽しい曲なので、ぜひ皆さんもこの動画で一緒にチャレンジしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。始めていきたいと思います。こっちが右です。こっちが左です。鏡になるようにして覚えてください。まず今回は5、6、7、8っていう動きから入っていきます。最初5、6待ったら7でまず左足を1個前に置きます。7で7の時に右足をかけるって感じで5、6、7っていう風になります。でその時に手が左手は腰に添えておいて、右手上下って感じで下ろしていきます。5、6、7ですね。来たら8で足を開いて外内って感じですね。でその時手も外内って感じで動かします。5、6、7、8になります。そしたら次左に1で1個、向きます。そしたら2で右足をかけた右足を出して、体上から下に流していきます。2、3、4までゆっくりか流してきたら、方円ぐらいで左足を準備して、足が5、6、7って感じで、ちょっと左から右側に抜くように足を交互に左出す、右出す、左出すって感じですね。でこの時に体がこう前のめりにこうならないように、腰から出す出す出すっていうのを意識してみるといいかなと思います。でこの時に手がつくんですけど、手はこう下から上を通って戻ってくるって感じで一緒に行くと、5、6、7って感じになります。そしたら次8で右足を出して8って感じで、右足出す戻すですね。でその時手が右に1個肘をこう引っ張って8と、右足踏む時に真ん中で合わせて左に戻ってきます。8ですね。5、6、7、8ってなります。で、1でこう左足つくときに手が上、下って感じで、1、円って入ってくるんですけど、まず手首立てといて、1、円のときに下げます。1、円っていうふうになります。来たら、2で右に腰をこうちょっとずらすんですけど、そのときに左足をこうちょっと蹴ります。2、3ですね。したらこのまま腰を今度は右から左に持ってきて、ブンブンって感じでこうちょっと8の字を腰で描く感じですね。腰が左斜め前持ってくる、後ろを通って右斜め前持ってくるって感じですね。で手はこの時斜め上に上げます。ブンブンって感じですね。押しながら腰を動かすって感じですね。ほう、そしたら6まで余韻で残しておいて、7、8で右足から7、8、8つ走ります。でその時に手前に伸ばして7、8って感じで振ります。はい、来たら次1で足開きます。でその時左手右の腰、右手は顎の下、1ですね。2で体をこう後ろに持ってってぐるっと回します。1、2、3、4ですね。はい、そしたら5で左足に右足かけて、左手はこう斜め下に置いといて、5って感じで顔の横を右手ぐるぐる回します。5、はい、そしたら6、7っていう風になるんですけど、右足は外に持ってって内側に持ってくるって感じですね。6、7、はい、でこの時に左手右手っていう感じでこう体を書く感じですね。6、7っ
って感じですね。はい、来たら A で一個右足前に出して左の肘 A で置きます。 A N1 で、右足一個出して2個目で左足つま先立ちになります。 N1、 はい、で今度来てが A N1 って感じで胸の前でこう一個持ってきます。 A N1、 したら2で一個もう一個右に乗って右手斜め上に伸ばしてブン引いてきます。ブンで右に左足持ってきて4-5でブンブン、また腰をちょっと8の字かく感じで1-2で手は右斜め上にこう2個こう刺す感じでブンブン、来たら 6-7-8 は、自由に移動って感じで大丈夫です。はい、ここまでが前半部分になります。はい、そしたら前半部分ゆっくり通してやっていきたいと思います。最初の5-6-7-8のところからいきます。せーの、
下を通って右、下を通って左って感じで、ワン、エン、ツっていう感じになるんですけど、まず手は手合わせたまま、下を通って右肘をこう右に当てます。で、次また下を通って左肘を当てます。って感じで、これに足もつくんですけど、ワン、エン、ツって感じで、膝を交互に、ワン、ツって曲げていきます。イー、ワン、エン、ツ。はい、って感じになります。来たら、円錐に待って、方円で、一個下に下がって、円で閉じます。で、この時、まあ、手は下に伸ばす、膝も曲げる、方円。したら、ファイブで、右足一個出して、頭の上をこう、手として、下に戻します。ファイブ、シックス。って感じで、一個ちょっとくぐりながら、前に出てきます。ファイブ、シックス。そしたら最後、セイブン A で、右手2本出して、首のところですね。左の首、右の首って感じで、セイ。はい。って感じで、起きます。はい。そしたら、後半部分、ゆっくり通してやっていきたいと思います。ワン、エン、ツーのところから、いきます。セイ、の。ワン、エン、ツー、エン、シ、エン、ハ、エン、ファイブ、シックス、セイ。覚えて一緒に踊ってみてもらえたら嬉しいです。はい、それでは今回は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になったよ、よかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様からのリクエスト曲も受け付けているので、ぜひコメント欄の方にコメントよろしくお願いします。
この動画の概要欄に私のインスタグラム、TikTok の方も載せているので、そちらもぜひチェック、フォローの方よろしくお願いします。最後に私のプライベートレッスンも気になるよって方はインスタの DM の方にご連絡お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。